今日は日本釣り振興会愛知県支部主催のハゼ釣り大会に来てます。 in 一色漁港です。一色魚広場の横に本部があって、今日は朝皆さん6時から9時までの受付なんで、もう朝早くからみんなが日曜日なのに、日曜日だからですね、子供を連れて家族でファミリーが多いですね。ファミリーで皆さん参加されてて、さっきぐるっと回ったんですけど、みんな釣れてましたね。ハゼは子供があんなに楽しそうにハゼを持ってる子供を見るのはやっぱりいいですね。未来の釣り師がいっぱいいました。今日この大会はすぐ左手に見える、まず魚拓、カラー魚拓のコーナーがあって、奥ではキャスティング教室があります。さっき僕も挑戦したんですけど、ちょっと当たらなくてへこんでますそれとあと、この大会後には表彰式の後にカサゴの稚魚放流。カサゴって根魚で成長が遅い魚なんですよね。だから釣ったら釣った分だけいなくなっちゃうので、稚魚放流5000匹を子供と一緒にしたいと思います。では的に当てたいと思いますあれ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 、釣り師大丈夫ですか？ちょっと飛距離が足らなかったですね。で離せばよ。よし、オッケー。じゃあね、これを着て向こうのお兄さんとか行ってください。はい、こんにちは。ハゼは釣れましたか？リールザを使ったことある？あ、そうなんです。あ、そうなんです。もう上手です。まっすぐ倒して後ろ。結構釣れてます。どれぐらいいますか？20ぐらいかな。じゃあちょっと夕飯にいい感じなぐらい。神さんに迷惑かけないビールが絡まっちゃった。大地くん直してあげてそうですよね。すごい、なんか可愛いそうだな。そうですよね、ハゼ釣りの。そうです、ハゼ釣りの良さって何がいいかって、やっぱ手軽さがいいですよね。どんな竿でも釣れる、ブラックバス釣る竿でも釣れるし、ハゼ釣る竿、そうですね、本当にどんな竿でもいいね。延べ竿でも釣れる、このリールが付いてなくても全然釣れる。子供はリールが楽しいよね。とりあえずリールつけてるのを使わせてます。治りました、ありがとうございます。だって今日釣れてる？あそこに一番大きいのがこの子の。おお。お兄ちゃん釣れてる？あ、釣れてるね。すごい大きい。大きいな。お母さんに今日は美味しい夕飯にしてもらわないとね。おお。もう上手に投げる。おお、やったー。持って大きいじゃん、やったね。持っとるね。すごいね。なんとか釣れてる。すごい、なんとかっていう量じゃないね、いっぱい釣れとるね。ちっ
ちゃうもん。まあハゼですから。お父さんにそっくりの。子供たちも連れてます、なかなか。お、ま、頑張って。お、またあっちも釣れた。すごいね、イエイ。ハゼ釣り大会、表彰を行いたいと思います。まずはじめに、日本釣り振興会、愛知県支部、支部長、高橋正司より、ご挨拶させていただきます。支部長お願いします。皆さんこんにちは。今日の大会も大勢の方が参加していただきまして、約参加賞だけで500以上出てますので、まあ、例年通りのお客さんが来ていただいたということで非常にありがとうございました。続きまして本日のゲストとしまして、南知多、観光釣り大使、大変イケメンのですね、岩月太一さんよりですね、一言ご挨拶をいただきたいと思います。はい、岩月さんお願いします。結果発表を行います。それでは、1位から10位の発表です。さてさて大地くん、稚魚放流初ですけど。初稚魚放流、はい、ここでカサゴが大きくなってみんなが釣れるといいですね。一気に100ぐらい離す。いや、もっと入れるか。もっと入れる。ご往復していただきますので、お願いします。はい、じゃあ頑張ってください。いっぱいいるね。重いね。え、転ばないようにね。ここ当たるの？あっちに渡ってあそこまで行くんだよ。大丈夫？大地、重いから手伝ってあげて。足元気をつけてね。気をつけてね。重いよ、重いよ。これこれ。わあ、すごい。気をつけてよ。一緒に落ちないように。ここでちょ、重いね、気をつけてね。はい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 。頑張ってね。落ちないようにね。気をつけてね。持ってこれるか、あいつ多分。持ってこれるな。ポツン。どう？もう釣ることしか考えてないでしょ。いや、大きくなるといいですね、ここで。あ、そうですね。すごい。今もう、もうここに何千、何千匹。竿を入れたら釣れる。千匹ぐらい。はい、もう入れて、入れて。もう入れていいってよ。かかって、つけてね。落ちないように。できた。落ちないようにね。はい、気をつけて。足気をつけてね。つまないように。はい、行くよ。大きくなって帰ってほしい。はい。すごいすごい。残っとる。残っとる。残っとる。跳ねとる。はい。足気をつけてね。はい、はい、おー、いっぱい入っとるな。いや、大きくなって帰ってます。僕が初めて海釣りで釣ったタケノコメバルがこれぐらいの大きさでした。今でも覚えた。醤油皿に唐揚げが。全然流れてない。最後。元気ですね。元気なかったら育ってくれないや。
ジャクト。カサゴです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。たくさん放流して子供たちも大喜びですね。5000匹以上すごい、5000匹がみんな大きくなるこの辺カサゴだ